昔々ある村の村外れの三本枝という竹林に人を化かす狐が出ると言われておった。時折村人たちは寄り合いなどで集まると、その狐にひどい目に遭わされた話をしては、これを大層恐れておった。あの三本枝には日が沈んでからは近寄らねえ方がいい。ひでえ目に遭わされるだ。バカバカしい、そんなことがあるもんか。俺は絶対に狐なんかには化かされねえ。見つけたら踏んづかまえて狐汁にして食ってやる。彦兵衛という村の若者はそう言って、次の日の黄昏時に一人で三本枝のあたりに出かけていった。彦兵衛は三本枝の狐の話を少しも信じていなかったので、平気でずんずんと奥まで歩いていった。すると誰か知らないが竹やぶの中に人がいるのが見えた。日も落ちとるのになんでこんなところに赤ん坊をしょった娘っ子がいるんじゃ。こいつは例の三本枝の狐に違いない。狐のやつ娘っ子に化けてオラをたぶらかそうとしたって、そうはいかねえ。オラが正体を暴いてやる。彦兵衛は里の方へ降りていく娘っ子の後をつけて山を下った。やがて娘っ子は一軒のあばら屋へ近づいていった。おっかぁ、泊まりに来たよ。お前赤ん坊も一緒か。そりゃよかった。こりゃいけねえ。何をするかと思いきや、性ある狐め、婆様を騙そうとしておる。行って助けてやるべ。婆様、騙されちゃいけねえ。そいつは婆様の娘っ子なんかじゃねえ。三本枝の狐だ。婆様の抱いとるのは赤ん坊なんかじゃねえ。畑の赤株か何かに決まってるだ。おめえ一体何寝ぼけたこと言うとるんじゃ。ここにおるのはおらの娘だ。おらの可愛い孫だ。おめえこそいきなり人の家入ってきて何者だ。そいつは三本枝の狐だと言うとるのがわからねえのか。よし、それじゃあオラが今その赤ん坊を赤株に変えてやる。な、何するんじゃ。こっちによこせ。赤ん坊は赤株に変わることなく、いろりの火の中で死んでしまった。彦兵衛は恐ろしくなってその場を逃げ出した。人の孫を焼き殺すと絶対に許しちゃおけねえ。あの男の命を取ってくれる。婆さんがとても恐ろしい顔つきに変わった。ああ、俺はなんてことをしてしまったんだ。本当に人の子を殺しちゃった。謝りに戻ろうか。でも謝りに戻ったところで、あの婆様が許してくれるだろうか。逃げ惑っているうちに彦兵衛は山寺にたどり着いた。天の助けとばかりに寺の中へ逃げ込んだ。どなたかいらっしゃいませんか。どなたか。一
かがなされた。和尚様、お助けください。私は狐と間違えて人間の赤子を殺してしまいました。今その婆様に追われております。どうかお助けを。よし、わかった。それではわしがその婆様とやらをなんとかなだめて返してやろう。お前は本堂に隠れていなさい。婆様、何をしていなさる。坊様、今ここへ男が逃げ込んだじゃろ。そいつはわしの孫を殺したとんでもねえやつだ。どこにおるか教えてくれ。命を取ってくれる。まあまあ婆様、落ち着きなさい。その男とて悪気があってやったことではないようだ。許してやってくれ。いや、許せねえ。あいつの首をちょぎるまでは許せねえ。お助けを、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 お助けを。婆様、ここは一つ私に任せなさい。悪いようにはしないから。坊様、それなら頼んだぞ。坊様、頼んだぞ。それなら頼んだぞ、坊様。頼んだぞ、坊様。婆様は坊様になだめられて、やっとのことで帰っていった。ありがとうございました。これで命救われました。しかし、彦兵衛、お前は人を一人殺しておる。ここは何としてでも坊主になるしかない。そのためには髪の毛を剃り落とさなくてはならない。砥石で髪剃りを研いだ坊様は彦兵衛の髪の毛を剃り始めた。ところがこれが痛いこと、痛いこと。おっ、なく。坊様、とても、いけ。お前は人を一人殺しておるのだ。これぐらいの我慢ができなくてどうする。じゃが安心せ、もう終わった。王様は本堂に布団を敷き、彦兵衛を寝かせてくれた。それからどれくらい経ったか、彦兵衛はふと目を覚ました。なんと、そこは薄暗い藪の中、彦兵衛は葉っぱをかぶせられ寝かされていたのじゃった。これは俺としたことが狐に化かされてしもた。考えてみれば、あの婆様も坊様もみんな狐だったのじゃ。それにしてもあの狐め、髪を剃るなどと言って一体何をしたのじゃろう。なんてことだ。あいつら俺の髪の毛を丸ごとむしり取りやがった。彦兵衛は騙された腹立たしさと情けなさで、こんなところには一刻たりともいられねえとばかりに血だらけの頭にほっかむりをして、三本枝の藪から逃げ帰った。
それからというもの、彦兵衛はどんな話を聞いても決して見栄を張ったり強がりを言ったりしなくなったということじゃ。